おはようございます。おはようございます。AV 男優とホストやってます。映像が好きだから、あと〇〇が好きだから、そうですね、だいたい12着で紫とか黒とかピンクとかいろいろですね。やっぱ憧れてた有名女優さんに会えたことですかね。もうとかとか会った時は感動しましたね。つらかった、まあつらかったのと気持ちよかった両方ですけど、一日7、8回出したことですかね、なんか女性2人いて、でいろんな内容で〇だったり〇だったり、あと掃除機で抜かれたりとか、掃除機とか、もう罰ゲームのような、でも最高な刺激というか最高なね現場でしたね。今日は2本ですね。行ってきます。今日はもうね、最高に気持ちよかったですね。もうやばいです。ちょっと思い出してやります。おはようございます。おはようございます。すごい難しい話で、その AV 男優はその瞬間エンターテイナーであればいいけど、ちょっとやっぱホストの場合そうじゃないと、このお店だけを楽しくじゃなくて、やっぱアフターもあるし、でも連絡も取り合わないといけなかったり、時間も使わないといけないので、そういう違いはありますね。なんか相談に乗ったりとか、AV 男優では相談っていうのは性の相談であるだけで、っていうかその瞬間仕事をすればいいので、でもホストってその違いますよね。やっぱこういろいろお客さんの何か悩み事とか相談事に答えないといけないし、時間を使わないといけない、果てしないお仕事ですね。難しいです。やっぱ楽しく気持ちよく、元気、それはもう AV もホストも一緒ですね。なるべくやっぱこう、あとはもう右から左ですね。嫌なことはあえて思うんですけど、男優もそうですけど、まあ、ホストもそうですけど、嫌なことはもう忘れる、もしくは、それが意味のある嫌なことだったら噛み締める、そして消化してダフンダンってことね、吐き出します。
はい、紙面本数300本。言い過ぎた、言い過ぎましたけども、まあ、それぐらいね、紙面本数300本、頑張ります。やっぱこうね、男優も頑張りつつ、ホストも頑張りつつ、ね、やっぱ AV 課課長なんで、やっぱこうね、ビンとした、ね、ビンとした頑張りでね、頑張ります。